That's a good fight. はい、こんにちは。今回は一流王者に勝ったばかりに怪物ボクサーと戦い KO されたボクサーを紹介いたします。マイケル・スピンクス、レリー・ホームKO の IBF 世界ヘビー級王者ラリー・ホームズはマイケル・スピンクスと戦いました。マイケル・スピンクスはライトヘビー級で統一世界王者となりヘビー級に上げてきたのですが、この時27戦全勝19 KO の戦績を誇っておりました。これまで何度かライトヘビー級王者がヘビー級王者に挑戦しましたが、誰一人としてヘビー級の牙城を崩せなかったことと、ホームズが48戦全勝と当時無敵を誇っていたので、試合前の予想ではホームズが圧倒的に有利とされておりました。しかしマイケル・スピンクスはホームズの左ジャブをかいくぐり、たびたび得意の右パンチをヒットさせ、7年以上世界王座に君臨しているホームズが第一戦を強いられました。ラリー・ホームズを破ったマイケル・スピンクスは当時人類最強と恐れられていたマイク・タイソンと戦う羽目になりました。マイク・タイソンは34戦全勝 30KO の戦績で統一世界ヘビー級王者としてだけでなく、全格闘家の中で最強と誰もが認める存在でした。全勝のマイケル・スピンクスはひょっとするとタイソンに勝つかもしれないと期待されましたが、試合前から怯えた表情のスピンクスはタイソンの圧倒的パワーの前、簡単に粉砕されました。元 IBF、WBO、WBC 世界フェザー級王者のナジム・ハメドは36戦全勝 31KO と無敵を誇っております。身長は160センチで体は大きくありませんが、凄まじい身体能力を生かした防御感とカウンターで相手を簡単に KO します。ノーガードという型破りなスタイルのハメドに対し、マルコ・アントニオ・バレラはガードを高く掲げ、左ジャブを中心に正統派で高度なボクシングテクニックで50戦以上のキャリアを誇ります。変幻自在のスタイルで全勝のハメドは正統派のメキシカンファイターによって完全に封じられ、苦しい展開となっていきます。ジャブの差し合いでバレラが優位に立ち、接近しても連打を上下に打ち込み、童顔の暗殺者が悪魔王子を完全に抑え込んでいきます。
大方の予想を覆し、全勝の悪魔オーズを破ったバレラは、2002年6月に、これまた全勝の WBC 世界フェザー級王者、エリック・モラレスをも打ち破り、2003年11月にマニー・パッキャオと対戦しました。当時バレラは57勝40 KO 3敗の戦績を誇り、すでに世界2階級制覇を達成し、全勝のハメドとモラレスを破っており、パウンド・フォー・パウンドも上位にランクされていた大スターでした。一方パッキャオはこの時37勝 28KO 2敗1分けの戦績で、下の階級のフライ級とスーパーバンタム級で世界王者になったのですが、バレラに比べるとまだ知名度はなく、カマフェ犬的な存在で試合を組まれたのですが、序盤から左ストレートを炸裂させ、第3ラウンドにダウンを奪いました。後にフェザー級より5階級も重いスーパーウェルター級まで駆逐するパッキャオは、スピードとパワーと無尽蔵のスタミナから繰り出す連打でバレラのテクニックを凌駕し、一方的に打ち続け、バレラの心がだんだん折られていきました。迎えた第11ラウンド、パッキャオの連打からの左ボディーブローでバレラはたまらずダウンを喫しました。ダウンから起き上がったバレラは戦意を失ったのか、パッキャオの連打を一方的に浴びせられ、バレラ陣営がたまらず試合を止め、パッキャオ伝説がここから始まりました。1992年のバルセロナオリンピックで金メダルを獲得したホエル・カファマヨールは、キューバからアメリカに亡命してデビューし、デビューから3年足らずで WBA 世界スーパーフェザー級王者に到達しました。そして2003年10月に元 IBF 世界スーパーフェザー級王者ディエゴ・コラレスと IBA 世界スーパーフェザー級王座決定戦を行いました。サウスポーの技巧派のカサマヨールに対し、長身のコラレスは常に KO を狙う攻撃的なスタイルですが、打たれ弱さも持ち合わせ、第3ラウンド左フックをカウンターでもらいダウンを喫しました。続く第4ラウンドもカサマヨールは左ストレートでダウンを奪いますが、コラレスの強打を浴び、ダウンを奪い返されました。迎えた第6ラウンド、ダメージから回復したカサマヨールは鋭いパンチを放ち、長身のコラレスを追い詰めましたが、コラレスには強烈で一発で逆転するパンチ力があり、ラウンド終盤に逆襲に転じました。2008年3月には WBO 世界ライト級暫定王者マイケル・カシディスと対戦し、序盤からダウンを奪い、10回 TKO 勝ちで王座を奪取しました。ワンマンウェル・ディナミット・マルケ。し
かし次の一戦でパッキャオを追ってライト級に階級を上げてきた化け物並みに強いファン・マヌエル・マルケスと戦うことになりました。テクニシャン同士の一戦は序盤カサマヨールがリーチ差を生かしたボクシングでペースを握りました。スピードで勝るカサマヨールに対しマルケスは中盤からカウンターを合わせてペースを奪いましたが、8ラウンド頃からカサマヨールもカウンター攻撃に転じ、お互いがカウンターを炸裂させる神レベルの戦いに発展しました。迎えた第11ラウンド、お互いフェイントを交えカウンターを狙っている中、マルケスがカサマヨールの攻撃の終わりを狙いダウンを奪いました。カサマヨールは起き上がり反撃を試みましたが、マルケスが強烈な連打で迎え撃ち、神レベルの戦いを終焉させました。